はい、こんにちは。今回は、不眠の漢方薬をねご紹介しようと思います。不眠って言ってもね、いろんなタイプがあるじゃないですか。例えばもうなんかイライラしてね、もう頭カッカして、もうなんか腹が立って寝れないみたいなね、そういう時もあれば、このね今日ご紹介するお薬三相忍湯っていうんですけどね、これが合うタイプはね、疲れてるんですよ。疲れているけど眠れないね、決してその興奮してカリカリして寝れないタイプの不眠じゃなくて、なんかちょっと弱っちゃってる感じですね。疲れているけど、疲れてたらじゃあ 寝れてしまいそうに思うじゃないですか。ところが寝れないわけですよね、疲れすぎちゃうとね。そういうのに向きます。あとね、これは疲れてるとか疲れてないとかに関係なく、ご高齢の方ねのよくある不眠にちょっとね試してみるといいんじゃないかなと思いますね。こちらね。で、疲れているというね、キーワードがあるんですけども、じゃあどういう疲れかっていうと、どっちかというとね、メンタル疲れ、精神疲労、心労っていうのかな、悩みがあっていろいろ考えてとかね、心配事があってどんどんそういういっぱい血を使うわけですよ、そういう時ってね。で、なんかプレッシャーがかかって、なんか緊張してとかね、で無理をして、そういう心労が重なった時っていうのはね、人間はね、血をどんどん使ってしまうんですよね。でそうすると血の不足みたいなのが出てくるので、血っていうのは、漢方の陰と陽でいくと陰なんですね。陰が減っちゃうから陽がシーソーの感じでね、こっちが減ってきちゃうとこっちが増えてきちゃう。そうするとこの陽が立ってきちゃうってことは、なんていうのかな、もやもやほてり、なんかちょっとカッカッとするような感じのね、それは決して興奮の熱ではなくって虚熱っていうようなね言い方をするんですけどね、そういうのが出てくると余計に寝れないわけですよ。だから鎮静しながらその熱をちょっとね、ほてりを冷ましてあげるみたいなね、そういうのがこの三相忍湯なんですね。じゃあちょっと中身をね見ていきたいと思います。こちらがねその入っている生薬ですね。でお薬の名前にもついてます三相忍、これがね一番メインの薬ですね。でそれに、伏量、それからチモね、知る母って書いてチモって読みますね。それから千休と甘草、この5つからできてます。でメインはこの三相忍ですね。これは鎮静効果ね、精神安定効果があります。でこの伏量もよくある主だった効果としては利水効果っていいまして、体の中の余分なね水をちゃんと、尿の方に持っていくね、体から排除していく、そういう利水の効果がある伏量なんですけども、もう一つのお顔としてその精神安定効果っていうのがねあるんですね。でこのメインの三相忍にさらにこの伏量を加えることで、その精神安定効果っていうのがブンってね上がるんですね。はい、雨が降ってきましたね。なんかこの頃ねゲリラ豪雨みたいなね、突然降ってくる雨ってね多いんですけどね、なんか電車に私この間乗ってて、たら乗った時すごいもう雷ゴロゴロ鳴ってて、こんな感じですごかったんですよ、雨もね。それがね阪急電車2駅ぐらい乗ったらもう晴れてるんですよ、雨も全然降ってない。だからねその最初に乗った駅のとこだけがねなんかブワーッと降ってて、でちょっと離れたらねもう大丈夫みたいなね、不思議なお天気ねこの頃多いですけどね。はいじゃあこれで三相忍と伏量ね。でチモっていうのは、さっきも言いましたそのほてりね、虚熱がちょっと出てきた時にそれを冷ます、そういう役目で入ってますね。そうすると眠りやすくなるんでね。千休は、手足のね隅々まで温める、血流を良くする効果があります。甘草はもう全体の調和をとってくれるためにね入ってます。はい、でこのね三層人っていうのはここにね層、三層人の層っていう字ね、これは棗芽のことなんですね。棗芽、棗芽っていうのは大層って生薬では言うんですけど、甘くってよくこう、胃腸のお薬なんかにもよく入ってますね。大層、甘草、生姜なんていうね組み合わせでよく入ってるんですけど、甘い、棗芽なんですけど、この生薬に、まあ、ちょっと似てるサネブトナツメっていうね別の植物なんですけどね、それがあります。で棗芽は甘いのにこのサネブトナツメのこの生薬は酸味がある、ね、なので酸っていう字が載ってます。で酸草人です。人っていうのは種っていうんですね。種です。このサネブトナツメの実の中にさらに、種があるんですね。その種を使ってます。それが精神安定効果があるっていうことなんですね。面白いですよね。いろんなね根っこ使ったり種使ったり葉っぱ使ったりね、漢方薬っていろんな部分をね本当に上手にねこれにそういう役目があるんだっていうのはね、昔々の人は分かってたんでしょうかね。面白いですよね。で、そのね三層人の種ですけども、表面はツヤツヤなんですよ。ちょっとねイメージ的にはスイカの種の表面ねツルツルしててツヤツヤっとしてるでしょ。あんな感じです。でもうちょっとね大きさは大きいですけど平べったい感じでね、うん、で結構このザクッとすくったりしたら重いんですよ。まあ、結構しっかりした種がね中がギュッと詰まってるようなね、そういう三層人ですね。はい、はい、今日は眠りに良い漢方ね三層人とご紹介しました。よかったらねお困りの方使ってみてください。はい、ありがとうございます。